フィリップ・ド・ブロカは、フランス・パリ生まれの映画監督。1933年3月15日、貴族出身の写真家の子息として生まれる。高校時代から、シネフィルであったド・ブロカは、写真、映画学校で、最初の短編映画を演出している。卒業すると、アフリカ探検隊に加わり、短編、ドキュメンタリーを撮ることから始めた。 平気年齢に達すると、アルジェリア戦線の映画班に配属され、ニュースリポーターを務めた後映画界に入る。1950年代末のフランスは、ヌーベルバーグの誕生した時代であり、ド・ブロカは、クロード・シャブロルの、美しきセルジュ、いとこ同士、二重の鍵や、フランソワ・トリュフォーの、大人はわかってくれないなど、ヌーベルバーグの中心人物の下で助監督を務めた。 また、ジャンリュック・ゴダールの、勝手に仕上がれには早くで出演している。1960年、最初の長編劇映画、レジュ・デ・ラムールを監督。ジャンピエール・カッセル主演の、このコメディ映画の脚本家、ダニエル・ブランジェとはその後も、数多くの作品でコンビを組むことになる。1962年の、大盗賊は18世紀のパリを舞台にした、冒険活劇だが、 主演のジャンポール・ベルモンドのそれまでにないコミカルな役柄も評判となり、ドブロカ・ベルモンドコンビの作品が次々と生み出されることになる。1963年のリオの男は世界的ヒットとなり、ニューヨーク映画批評家協会賞の外国語映画賞を受賞、またアカデミー賞でも最優秀脚本賞にノミネートされた。 ドブロカの作風はコミカルでウィットに富んだ軽妙なものであるが物語のシチュエーションは奇想天外なものが多くそこに風刺を読み取るファンも多い中でも幻の紫外線や君に愛の月影をといった作品はカルト映画として人気が高い1990年のシェーラザードや1995年の 日だまりの庭でなども独特のファンタジーとして話題を呼んだ。2004年、大人はわかってくれないの中でも言及された、エルベバザンの小説バイパー英雄ポイングを映画化した、マムシのような母とバイパー英雄ポイングをカトリーヌフロ、ジャック・ビルレ、ジュール・シトリュック主演で完成させ、10月6日に公開される。それから間もない2004年11月26日、 ルイーシュルセーヌのアメリカンホスピタルエル、オピトールアメリカンでパリで肺がんのため死去した。ありがとうございます。